はい、神チューブの神の伊藤です。今回は大野洞窟岐南本店さんで、なんと豆腐チャンネルさんの豆腐さんとコラボすることになりました。なんですけども、これ実はですね、偽のオープニングなんですよね。今回ね、僕がちょっと、ね、豆腐さんに仕掛けたいことがあって、豆腐さんが設定を変えたクレーンゲームで僕と勝負させるっていう感じになるんですけど、まあ初めはね、僕が普通にクレーンゲーム取ります。でそれを何手で取るかっていうのね、まあ例えば10手なら10手で取って、その後豆腐さんにまあ同じ台でプレイしてもらうんですけど、まあ設定の方をね、ちょっと特別に店員さんに変えてもらいます。それで豆腐さんが気づくか気づかないのか、そして気づかずにそれが僕に負けるのか、それとも、ね、そのきつい設定でも、まあ、豆腐さんだったら取ってしまうのかね、まあ、そういったところをね、ちょっとね、見たいなっていうのと、やっぱり、ね、豆腐さんはね、クレーンゲームで YouTuber さんやられてるんで、まあ多分おそらく気づくだろうとは思いますよ。なんですけども、そういったところをね、ちょっとね、ドッキリ仕掛けていきたいと思いますね。なんでね、本当に今回、大野洞窟岐南本店さんに、ご協力いただいて、動画撮らせていただきますんで、ちょっとね、僕も楽しみですね。なんでね、僕の終わった後に、豆腐さんのパワーとかね、そういったところをちょっと言ってもらおうと思いますね。はい。まあ、もうすぐで豆腐さん来ますんで、もうおそらく着くと思いますんで、それでは、中で待ってましょうか。行きましょう。僕が今から先にやるんですけど、まだ倒産来てません。とりあえず僕がやるときは設定激甘にしてもらいますんで、サクッとね取れるようにしてもらってます。今ねこう見てください、設定してもらってますんで、もうあからさまにね、もうね僕はサクッと取れる、そして倒産はもうガチガチにしてもらうっていうね、そんな感じで行かせてもらいますんでね。はい、もうすぐ来てしまうんで、すいません、もう大丈夫ですか？これで行きます。もうサクッといけたらもう必ず落ちると思うんですよ。1回はさすがにまずいんで、3回かぐらいで、取れるぐらいでお願いします。パワーもがっつり上げてきます。あ、本当ですか？ありがとうございます。いやいいですね。もうすぐ来ますね、豆腐さんね。いや本当に今日が特別にね、今日はまだ大野洞窟さんオープン前なんですけど、本当このコラボのために動画撮らせてもらってるんで、ちょっと楽しみですよね。それでは豆腐さん待ちましょうか。もう大丈夫そうですか？ちょっと慌てすぎですね。豆腐さん来ちゃったらまずいんで、バレちゃうんで、全てが水玉なんで。神チームの神の伊藤です。はい、豆腐チャンネルの豆腐パパです。はい、豆腐さんとですね、今回はですねコラボさせていただくんですけども、お願いします。お願いします。はい、今回はですね、大野洞窟岐南本店さんの方で豆腐さんとクレーンゲームをやらせていただくんですけども、豆腐さん、今回勝負させてもらっていいですか？はい、いいですか？はい、でも豆腐さん、もちろん僕に負けたらちょっと恥ずかしいですよ。ちょっと恥ずかしい。はい、クレーンゲーム YouTuber がど素人 YouTuber に負けたという思いになってしまいました。大丈夫ですか？はい、はい、じゃあとりあえず、じゃあもう僕が先にやって、例えば10点なら10点取って、はい、その後に豆腐さんが10点台取れ、例えば10点台取れば豆腐さんの勝ち、そんな感じでいいですかね？はい、はい、それでは行きましょうか。今回はこちらドラゴンボール Z マキシマティックのベジータですよ。はい、じゃあとりあえず、じゃあ僕から先に、じゃあいいですかね。はい、じゃあ今回は豆腐さんのアドバイスなしで勝負なんで、はいはい、見ときます。あ、見れてください。はい、さあ行きましょうか。まずこれはあれですからね、横を縦ではめていきたいんで、サクッといきたいですよね。これはもうじゃないと豆腐さんに負けちゃうんで、僕もさあうまくはまってくれると。パワー強い、パワー強いですね。なるほどなるほど、パワー強いですよ皆さん。いいですか？もう縦はめちゃっていいですか？そうです。はい、こう振りますね。こんなんダメですよ、アドバイスしない方がいいですよ。負けた時に言い訳つながっちゃうんで。さっき言いましたね、僕は。このベジータかっこいいですね、マジベジータ。かっこいいですね。はい、おお、来た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 、来ましたね。見てください、パワークソ強いですね。もうこれ見てください、もう皆さん、これ今2手ですからね、これが。いや、俺上手くなったのかな、どうせ上手くなりましたかね。まあ、まあ、パワー強すぎねえこれ。いやいやいや、多分大野洞窟さんですからね。はい、これでもうね、多分いや、これかっこいい。
てますね。さあ、これ以上行くとマジで東さんに勝てる気しなくなっちゃうんで、あ、いいですね。お、高い。同じことですね。ダメですね。アドバイスもらっちゃったらダメなんで、僕も。はい。さあ、これでお聞きしましょう。はい、さあ来い。これで落ちて。もういけます、もういけます。あはい。もうアームギリギリですね。かっこいい。さあ、メリークリスマスと書いてありますので。あれ？これ大丈夫ですかね。これ決めたいですね、さすがに。はい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 、これ行ったんじゃないですか。あー、もう来ましたね、もう来ましたね、もう来ました、来ました。いやー、行っちゃっていいですかね、もう。じゃあ皆さん、ここでまず、もうこの真ん中行っちゃっていいですね。はい、来ましたね、これで。さあ、これでプライズアウトですよ。プライズアウト、プライズ、あれ。そろそろちょっと取っとかないと、マジで当然負けちゃうんで。さあ、これ行こうかな。さあ、いやー、なかなか難しいですね、やっぱり。そんな簡単には、これもう来ましたよ。あ、ミリもない。はい、もうミリなんで行きましょう。これ取れる、ちょっとまずいな。はい。さあ、メリークリスマス。さあ来い。はい、プライズアウトか、プライズアウトするか。いやー、これやばいかな。もうちょっと手前でもいいかな。さあ、もちろんプラスアウト。トムさんはね、やっぱりもうクレーンゲーム系 YouTuber さんなんで、まあ、僕のね、そんなアドバイスとかね、いらないと思いますので、お願いしますね。行きましたから。はい。一回ちょっと、また竹さん呼んで、用意してもらうんで、ちょっとじゃあ休憩で。あ、わかりました。お願いします。じゃあ、お願いします。休憩入ります。ちょっと休憩で行きますね、休憩で。今、トムさんに、トイレとか、今ちょっとね、コーヒー休憩してもらってるんで、今のうちにちょっとね、設定の方を変えてもらおうと思いますね。トムさんの、ママさんに少しね仕掛け人としてお願いしてるんで、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと東北さんを止めておいてください。向こうでお願いしますね。はい、わかりました。5分ぐらいでできそうですか。あ、じゃあ5分で、じゃあこれお願いします。はい、わかりました。はい、じゃあ行ってきます。じゃあお願いします。そうですね、絶対もう一回書いてください。もうがっつりと、がっつりと書いてください。これでどんな感じで結果変わるんですか。パワーもがっつり落とそうかな。ああ、
なるほど。果たしてそれがどう変わるかですよね。ぶっちゃけですよ、僕も激山にしてもらって11なんで、まあ僕の腕がないっていうのがあるんですけどね。これもこれちょっとあからさますぎますね。これで多分さすがの友さんも気づきますよ。これ気づけますよね。もうできればアームでちょっとなんとかごまかしたいところですね。あの普段はこんなことしてませんからね、オモドークさんは。今回特別なんで、あの皆さんそこだけ勘違いはされないようにしてほしいですね。パワーもうゼロゼロですね、はいはい、両方とも。これで行こうかなって。あ、もう00ですか。はい、もう最初は99なんですけど。99ですか。マックスですか。マックスなんですけど。マックスとは逆ですね。うわー、これえぐいぞこれ。これで、はい、いっちゃいますか。お願いします。はい、こっち行ってみますか。まあテストプレイなんで。はあ。全然違う。あの、転がりだけですね。そう、トウさんに僕勝ちたいんで、あの、もう強引に強制的に勝たせてもらいますんで、ちょっとトウさん、じゃあお待ちしましょうかね。ありがとうございます。